ね、会場がね。あ、で、これ2試合目ですね。わ、いきなり飛び出しいましきなたり出ね。てきましたね、桃野さん。桃野美桜 VS 山下里奈、あ、出てきシた、ングルマッ出てチ。きた、出てきた、出てきた。怪物。最近山下がちょっと怪物じみてない？ちょっと風格が出てきしすぎてるっていうか、なんなんか、かちょっと怪獣やな。昨日も怪獣やったわ。山下でもちょっと体大きくしてるんじゃないですか、今。え、食べ過ぎちゃいうや、食べてないですね。結構多分ウェイトやったりとかしてるんで。ん？へえ。体、肉体改造じゃないですけど、ちょっと肩幅大きくなったなって思います。あ、そう。それなんか沖縄に行く前の何かとかじゃないの？いきなり始まった。いきなり始まった。音が鳴ってない、音が鳴ってない。いきなりすぎてあれなんじゃないですか。音が鳴ってない、音が鳴ってない。すごい。お頑張れピンク、頑張れピンク。おおもうピンク、もうしがみついてるもん、もう。すごい。いや、桃野さんすごいですよ。あのね、門倉さんもすごいけど、桃野さんもすごいよ。あのね、後先考えないあ、もこの子は本当に後先考えない戦い方しますよね、なんか。ん。うん。おお。確かに丸め込んじゃえばっていうところがありますけど、山下もパワーで 18歳やもんすごな。うちの18歳って誰かおったっい。今、け？明日香ちゃんが18歳ですなね、んか一違う なー。なんや、落雰囲ち気着いがて違まいますね、なんかで。ね。みんな肩やっぱテーピングしてね、あ、ちょっほとんまや、この子もや。おしゃれな KT テープのなんか赤っていうかピンクっぽい、おしゃれなやつつけてますね。これすごい、やっぱこの試合山下がお姉さんだなっていうような、お姉さんとか先輩だなっていう試合を。ああ、いや、なんかね、山下が、あんた、下の子とあったとちゃんと試合引っ張れるようになったのねって言った、この日、確か、私。確かに山下、上の選手っていうか強い選手にこう潰されて潰されてっていう試合がすごい、良かったですね。最近こう若い子の壁になるような試合をできるっていうか、ね、一丁前に。体格差がある分、こうあんま攻められると、桃野さんもね、ダメージが。そうですね。でもダメージ関係なくね、やるんですよ、この小娘は。がっつり。サソリがっつりいっちゃいますね。なんとか逃げたいですね。なんか疲れへんのやろな。一回寝たら疲れなくなるのやろまあ、若さでしょうね、それがきっな。いいと。な。おお、頑張れ頑張れ。意地悪そうな顔してますからね、山下もなんか おお、腰攻められるとやっぱ動きがちょっと全体そう、のちょっ動とね、きと、に、止まるよね。やっぱ腰って重要ですね、なんか。そう、腰痛いとな、意外とな、運動何もできへんと思そううなんです。ね。自分も大人になって、やっぱりこう腰が辛いなとかなると 一気にこう、何のやる気とかにも関わってきますし。お。大丈夫、もうちょっと思い切りっていいから、今度。壊れへんし。あ、でも今元気にいるもん。お、これロープいってもやめないっていうところがなんかこの、ま、元いい気でのす強ね。さっていうかなんか。お、お、ずっと動きっぱなしですね。そう、動さっきっぱきなもし、キッ声出しっぱなしだからさっいいね、きこものキ子。ック連発し、殴りっぱなしの走りいいのみたいな。お、だから、上げれるって山下ぐらい。まあでも上げるぞって言うと上げちゃうって分かりますからね、次上げに来るなって思いますからね ほな、こバらレえちゃるう、よそうしたらこらえまね。すよね、やっぱりね、バレちゃいますからね。山下の手に持ち替えた。
おお、や、嫌がってる、嫌がってる、嫌がってる。おお、すげえ。あー、おお。嫌がって山下の体力を消耗させたんですから、ね、その後にまた軽減消耗、抑え込みっていう、この抑え込みはまあ、はい、えぐい諦めないですからね、永遠に離さないですからね、ずっとやんねん、はい、そのうち石棒が床もしそうなぐらい、腕もげると思います多分いや、いいよこの選手、すごいっすね、確かに丸め込みじゃないと勝てないですもんね、これ、いや分かれへんやん、なんかドーンみたいな変なものが変なものが顎とかに入ったら分かれへんやん、まあ、ピンポイントで入ったら分かんないですけど、わーわーわー、やばい、うわー、まあ事故ですよ、だってもうあれはブロックペンに背中にダンプカーに、はい、軽トラかなんかでポンとやられるみたいな、されるみたいな、お前はあげるよ、普通にそんな言わんでも普通にあげよるわい、アジャ様とかあげてんのなんか嫌がって嫌がって、おお、なんとかして隙をつこうっていうこの魂胆がね、いいっすね、うん、ああ、おわあ、山下もちょっと大人げないでしょ、はい、ちょっとやられたらやり返すみたいなとこは、そうそうそう、休む暇なく動いてくるから、はい、すごいですよね、こんだけ動いてたら絶対疲れるって、僕でも、はい、おお、おお、きれい、なんかまあ門倉さんとほんまに全然対照的で面白いよね、この新人さんっていうか、若手さん、タイプが違っていいですよね、うん、桃のやからピンクなんかじゃないですか、ちょっと、あ、ちょっと愛ですけど、うん、そうじゃない、はい、多分ほんま好きな色違うのかな、どうなんですかね、本当はすごい黒とかが好きだったら嫌ですけどね、桃の実を黒好きとか嫌やわ、でもなんかピンク好きそうな感じはしますけどね、うん、ピンクを好きであってほしい、はい、あーあー、これも事故ですよ、もうだって返せ返せ、頑張れ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 返せ、おお、山下もそろそろこう人目にかかってきてますからね、うん、あのね、そろそろね、助かりに来たんでしょうね、きっと、はい、おばちゃんスタミナがちょっともうそろそろこれ以上ちょっと山下が息上がってますからね、ほら、これ以上付き合い、それでもね、復活してくるから、はい、元気いいな、もう大砲で一気にこう倒しにかかるっていうね、うん、あ、でもさすがにこんだけ食らうとちょっとダメージが、あ、これ 初対決やってんて、あ、シングル初めてって言ってました、あれ、タッグでも当たったことないですかね、タッグでも当たったことないって言ってたよ、おおおお、ああ十字から行け、あ、またこの、いいぞ、もう消耗がなくなってきた時に、疲れてるからこう丸め込みも有効ですからね、やっぱ、お、カサドラマ、おお、お母ちゃん疲れてるから、そろそろ、頑張れ頑張れ、おお、すげえ、いいぞいいぞ、頑張れ頑張れ、なりふり構わない感じがもう、いけいけ、一気にいけ一気にいけ、あ、ああ、いけなかった、ああ、これ一発で返されちゃうのがなんかちょっと、ね。あ、頑張れ頑張れ頑張れ、おーわお、あーあーあー、同時目、これしっかり耐えるかな、頑張れ、あーあー、タップした、あーあー、すげえ、いい試合でしたね、いい試合でしたね、いい試合、ただいまの試合は8分22秒同時目スリーパーで山下の勝利ですね、いや、いい試合だ、すごいですね、最後も本当捕まえて一気にこう仕留めたっていう、うん、いやいや、もうここで仕留めやんとっていう、ちょっと山下も相当ダメージがダメージというか疲れが疲れが、ダメージはないけど疲れが、ダメージというか疲れてすがすがしい顔してるからいいですね、なんかあんだけ丸め込みやられたら自分の腕も、ね、自分の腕も心配ですね、これはおじさんね、はい、
叩くたんびに髪の毛が一本ずつ落ちていったら笑うのにね。なんでそこ消費していくんですか。マジックポイントじゃあるまいし。あ、最後も握手拒んでこのパチンと叩くところがいいよね。強気でいいですね。強気ですね。いい面白い面白い。もう何年後かがちょっと楽しみですね。あ、出た石黒先生の何年後。はい、キューちゃんのもう2年後ぐらい。2年後ぐらいです。もうでも全部成長されたので。昨日お誕生日やったらしいです。あ、そうなんですね。19歳。あ、もう大人の階段をどんどん登ってますね。19歳やって